アンディアナ州、エルクハート出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションはワイドレシーバー。北イリノイ大学ではスプレッドオフェンスでプレーした。3年時には29回のレシーブで532ヤードを獲得。4年時には47回のレシーブで695ヤードを獲得。ミッドアメリカンカンファレンスのサードチームに選ばれた。 大学4年間で先発20試合を含む48試合に出場93レシーブで1575ヤードを獲得 16TD を挙げた2011年の MAC チャンピオンシップゲームでは MVP に選ばれた NFL スカウティングコンバインに招待されなかったがプロデーでは40ヤード走で4秒34の記録を出した2012年の NFL ドラフトでは 指名されなかったが、サンフランシスコーティナイナーズとドラフト外、フリーエージェントで契約を結んだ。プレシーズンゲームでは、チーム2位の6レシーブで93ヤードを獲得したが、8月31日に、ウェーバーされて、9月1日、ナイナーズと、プラクティススクワットとして契約した。9月24日、ベテラン WR オースティンコリーが、膝の負傷で離脱した。 インディアナポリスコルツと契約した。コルツが30から27でグリーンベイパッカーズを破った試合でデビューした。この年5試合に出場した。2013年8月27日、ウェーバーされた後、8月28日、再契約を結び故障者リスト入りしたが、9月2日に再び解雇された。10月にマイアミドルフィンズとプラクティススクワット契約を結んだ。 12月24日、デンバーブロンコスとプラクティススクワット契約を結んだ。2014年8月30日にロースターからカットされて翌日プラクティススクワット契約を結んでいたが、9月3日、53人ロースターに加わった。2015年9月7日、ニューイングランドペイトリオッツのプラクティススクワットに加わった。ありがとうございます。